ここで司会を私、黒川がバトンタッチさせていただきます。次の曲は月の砂漠です。この曲の作者の加藤正雄は、学生時代に結核を患い、療養のために訪れた千葉県の御宿海岸で、この歌の発想されたと言われています。どうぞお聴きください。